北海道富良野市にある全ての世帯1万900世帯に配布されるのは1世帯当たり1キロの玉ねぎです。 JA 富良野が自粛生活を余儀なくされ疲弊する市民に少しでも元気になってほしいと地元特産の玉ねぎおよそ11トンを市に寄贈し富良野市が市民に配布することになりました。普段は買ってるので助かります。カレーライスにします。いや玉ねぎはない何個あってもいいのね、うん、体にみんなで頑張らないとね。もうちょっとね3つの密を避けるために玉ねぎは今日と明日2日間に分けて市内13の施設で配布されます。